はい、お願いします。はい、今日はですね、原宿に来ております。はい、もう早朝の原宿でございます。めちゃめちゃ気分はいいんですけれども、今日はですね、もうついにですよ、本当についにのついのついのついなんですけれども、私、まあ、マルジェラを好きと、まあ、公言しておりまして、まあ、そのマルジェラが一番好きなブランドとしてファッション YouTuber みたいなファッションをね伝える人間としてやらせてもらってるんですけれども、ついにですね、まあ、マルジェラ様の公式な撮影ができるということで、いやもうこれは本当に快挙ですよ。もう本当にめちゃめちゃもう本当に素晴らしいことなんですよ。本当にこれはちょっとすごいですよね。本当に、いや本当良かったっすね実りましたね本当ですよ。店舗の中を撮らせていただくんですよ。これ快挙ですよ本当に。シンプルにね、あの服の撮影もいいんですけれども、今回は、こちらにちょっとね来ております。こちらでございますね。はい、レプリカメゾンマルジェラパリということで、言わずと知れたキャットストリートの、まあ、メゾンマルジェラさんの、まあ、香水、まあ、フレグランスの専門店ですね。マルジェラでいうとカレンダータグってあるじゃないですか、まあ、どういうアイテムが出てるかっていう、まあ、ラベル分けみたいな感じの役割を持ってるんですけれども、それでいうと3番ですね、3番が一応フレグランスなんですけれども、フレグランスの店舗になりますの で僕もね、まあ、マルジェラさんの香水なんて言うたらもう本当に初期の初期からずっと使ってるんで、すごい前から使ってるので本当にもう本当に大好きで使わせてもらってるんですよ。今ではちょっと廃盤のものとかもずっと使わせてもらったぐらいで、もうめちゃめちゃ本当に愛用している、まあ、香水なんですよね。愛用というかね、もうマルジェラさんが僕大好きすぎるんで、アディザーのデニムと初期の彼女が着てきたので、今日はちょっとね気合い入れて、はい、こちらの撮影をしていきたいと思います。まあ、許可出てますからね。はい、僕無許可で入るわけじゃないですからね許可出てるんでね、もう本当にめちゃめちゃ嬉しいんですよ一つのなんかこう目標じゃないですけれども、一つのちょっとこうやれたらいいなってことではあったので、もう本当になんかここにめがけてきたと言っても過言ではないぐらいめちゃめちゃ嬉しいというか喜ばしいことではあるので、さっきちらっと見させてもらったんですけど、めちゃめちゃいいアイテムとかも、香水以外にもおしゃれなアイテムというか、ちょっとこういうの家にあったらいいねみたいな、部屋にあったらいいねみたいなものもあったので、早速じゃあ今日ね気合い入れて見ていきましょう。はい、ちょっとだけ久しぶりに緊張してるんで、はい、人生で2回目ぐらいの緊張なんですけど、入っていこうと思います。はい、すごい匂いがいい匂いがしますね。こんにちは。こんにちは。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらのお店がですね、メゾンマルジェラレプリカフレグランスの旗艦店になっております。まあ、いわゆるフラッグシップストアみたいな。はい、東京に住んでるんですけど、ここのイメージがすごくて、はい、まあ、できるって聞いた時も、あ、すごい、あ、すごいの、もうフレグランスだけでできるんだと思ったんで、すごいなって思ってました。はい、ありがとうございます。ここっていつ頃からありましたっけ。はい、こちらが2年前ですね、2022年のタイミングから、2月からあったお店になります。もちろんいつも使ってるんですけれども、いろんな4位がまた新しいものが出てるので、種類がちょっとそれを自分に合うものを試していけたらなと思いますので、今日はちょっと一日長くいると思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが見ていきましょう。あ、ちなみにこれ何種類あるんですか。今全部で16種類のフレグランスがございます。多いですね。16種類もあるんですね。僕が今家にあって使ってるのが、こちらがシチリア島の、イタリアシチリア島のレモンの木の下でお昼寝をしているシーンを再現した香りでございます。確かにな、アンダーセレモンツリーか。でも柑橘系ですよね、めちゃめちゃ。そうですね、はい、シトラス系の香りになります。うん、男性女性どちらでもつけていただけるんじゃないかなっていうような、すごいいい匂いですね。でですね、あとはセーリングデイ、はい、男っぽくないっていつも言われるんですけど、すごいいい匂いなんですよ。こちらはギリシャパロス島の海に飛び込むシーンを再現した香りになっています。海風だったりとか、ちょっと潮の香りなんかを感じていただけるようなフレグランスになっております。潮の香りが感じられるというか、まあ爽やかな匂いです。です、ね、すごく爽やかな匂いになってて、なんか結構僕海って全く行かないんですよ最後行ったのがマジで本当結構前なんですけど、まあまあいい思い出で、それをちょっと思い出せるような香りではありますね。こういう、なんですかね、その人の記憶というか、そのシーンに合わせて匂いが作られてるっていうのが一番いいところですよね。そうですね、レプリカフレグランスの特徴にもなっている記憶を再現した香水っていうのがコンセプトになっているので、うん、それぞれの香りに一つずつシーンが結びついているっていうのがブランドのコンセプトになっています。あとね、2つあって、ジャズクラブ、こちらもこれ一番最近つけてるかもしれない、ジャズクラブ、うん、これね、なかなか被りにくいんですよ、この中でも。いい匂いなんですけど、ちょっと渋いですよね。渋いですね、おっしゃる通り。こちらがニューヨークのブルックリンでのジャズバーのワンシーンを再現した香りになっております。おお、いや、めっちゃやっぱいい匂いなんですけどね、すごいいい匂い。カクテルとシガーが入っているので、非常に渋みのある香りですね。渋みのある香り、もうなんかちょっと抜ける匂いというか、割とここまできつすぎず、甘さも程よくあってっていう香り。刺激が強いというよりは、まあ、流れる感じの、すごいいい匂いなんですよ、本当に。なんか男らしいというか、かっこいい匂いだなって僕は思ってます。はい、これもいただきます。はい、あともう一つ最後が、これも結構前からありますよね。はい、バイザファイアープレイスという香りですね。はい、こちらです。
本当そのままなんですけど、焚き火のそば、読書をたしなむシーンですもんね、はい、なので、うん、焚き火の横で暖炉の香りを感じながらリラックスしたシーンっていうのを再現している香りですね。これもね、柔らかめというかジャズクラブ寄りの匂いなんですけど、ウッディだ、ウッディ系ですね、はい、はい、これもそうシナモンみたいな匂いが、あ、そうですね、シナモンみたいな、はい、シナモンみたいな匂いで、今言ったのが4つが、まあ、僕が今結構メインで使ってるんですよ。正直ほぼほぼほぼというか、めっちゃ新しいの以外は、まあ、1回買ったりして守ってたりとかしてるんですけど、っていうのもまあ結構このビジュアル自体がめちゃめちゃいいので、まあ、家に飾るだけで結構もうあの雰囲気が味わえるというか、まあ、楽しくなれるので、すごくね、あの愛用しているんですけれども、今日はですね、ちょっと また新しい匂いをちょっと自分で合うものを選べたらなというところで選んでいきたいと思ってます。こちらがレプリカキャンドル、キャンドルになります。キャンドルがあるんや、はい、フレグランスの香りをそのままキャンドルに落とし込んだ製品になっています。じゃあ、まあ、同じ匂いというか同じ記憶でこっちに、はい、そうですね、香りも基本的にはこちらのフレグランスを調香した調香師が監修しているので、同じ香りでキャンドルでもお楽しみいただける形になっています。なるほど、もうすごいですね、開けただけで本当にすごい来るんで。そうですね、皆さん火をつけないでも玄関に飾っておくだけである程度香りは変わってくるので、なるほど、玄関のインテリアとして使われるお客様もすごく多いです。確かに、キャンドルにつけなくても置いとくだけでもって使い方もあるんですね。そうですね、結構一番すごいな、欲しいなってめっちゃ今回思ったのがこちらなんですよ。はい、ありがとうございます。これめちゃめちゃいいですよね。ありがとうございます。あ、え、あ、火ついてるつけてくれてる。こちらがレプリカキャンドルホルダー、はい、というものでございまして、はい、キャンドルを中に入れて楽しむアクセサリーになっております。この中にキャンドルが入ってるんですよね。それをこれ蓋しちゃうって感じですか、ね、蓋をすると火が消えるという仕様になっています。なるほど、こういった形で、お、はい、キャンドルを中に入れて楽しんでいただく製品になっております。なんかこのね、蓋もね、もう蓋だけで欲しいぐらいなんですよ、僕からしたら、はい、僕みたいな気持ち悪いやつになると蓋ぐらいで欲しいんですよでもこれ自体でおしゃれですよね、めちゃめちゃ。そうですね、プレゼントにも最適なんですよね、はい、もう一色あって、一応こちらに、はい、金色、そうですね、はい、今年出たゴールドのキャンドルホルダーになっております。こっちが新色なんですね。こっちが、はい、しかもお値段も、まあ、39,600 円で税込みということなんで、なんか決して高くないと 100% 感じてしまう僕がいるんですよねまあなんかメゾンマルジェラを買ってる身からするとすごいな。そうですね、なんかトートバッグも今プレゼントしてるんですね。そうですね、あのキャットストリートのこちらのフラグシップストアが、はい、今年の2月で2周年になるので、はい、それを祝してトートバッグを、一定の金額以上お買い上げのお客様にお渡ししている形になります。こちらはなんか違うものですか？あ、同じですか？はい、基本的に同じ製品のディスプレイになるんですけど。へえ、すごい。この匂いが一番新しいですよね、フロムザガーデン。そうですね、フロムザガーデンという。これむっちゃいい匂いですよね。よろしいですか？はい、アーデニングを楽しむ記憶を再現したフレグランスになっております。ああ、そう、これめっちゃいい匂いなんですよ。あ、すごいいいっす、これいいわ。柑橘系というか、そうですね、シトラス系の香りもありつつ、うん、あのトマトだったりとかちょっとグリーン系のエッセンスも感じていただけるような香りになっております。もう本当まさにこのフロムザガーデンですね。あ、これいただいていきます。こちらですよ、このもうこれが多分、まあ、人気で一番人気ですよね。そうですね、もうこのレイジーサンデーモーニングですよ。多分聞いたことある方むっちゃ多いと思うんですけど、この匂いつけてる方も非常にいるんじゃないかなってぐらいめっちゃ人気な。ちょっと改めて書かせてもらってよろしいですか、はい、あー、これですねイタリアフローレンスの日曜日の朝、うん、そこまでレイジーって感じじゃないですよ、多分みんなの思いはレイジーっていうよりも、まあ、ちょっとこうまどろんでるぐらいなんで、はい、もっと、はい、軽やかな綺麗なレイジーです本当にこの匂いはあの王道というかいい匂いですよね、めちゃくちゃ。そうですね、ブランドのベストセラーの香りになっております。この香りは本当にあのおしゃれな方よくつけられてるなって感じの匂いでございます。一番つきやすいとも思うので、なんか、そうですね、初めて買う人にもおすすめですよね。はい、きっとそうです。こんな感じなんだなって体験できるのが一つめちゃめちゃいいところですよね。本当素晴らしいと思います。もう今日は褒めることしかしないですじゃあ最後にこれもいこうかな。オータムバイブス、はい、モントリオールの紅葉が散った歩道を散歩しているシーンを再現した香りになるんですけど。わかる、これ紅葉感あるわ、はい、なんか本当に分かってないだろお前と思ってるでしょいや、これマジ紅葉感あるんで
これすごいですね、2時間を感じるんですよ。え、ちょっと分かってほしい、これは。ああ、すごい、これなんか本当に、これは本当この情景の中にいるみたいな、ね、本当そうですよね、本当に本当に情景の中を思い出せるような、本当にもみじですね。ありがとうございます。あんまりもみじの匂い知らんやろって思うと思うんですけどマジで もみじ感あるんですよすげえ。香水の匂い、フレグランスの匂いをどんどん嗅いできたと思うんですけれども、ディフューザーも発売されてるんですよね。はい、ディフューザーも今全4種の香りで展開しております。これとかはレイジーサンデーモーニングのディフューザーなんで、まあ、部屋の中にあのレイジーサンデーモーニングを感じることができる匂いが充満するというか、このなんかおしゃれなキャラメルみたいな。こちらが一番小さい10ミリサイズの 10ミリ、はい、ディスプレイになっております。買ったわ10ミリ。これおしゃれすぎるんですよね。これね、何がいいかってプレゼントにもすごい最適なんですよね。もうこのぐらいのサイズなんでお試し でそれでよかったら買いに来てねみたいな。ありがとうございます。そう、こういうちょっとまた別の、はい、形になっているので試験管みたいですよね、どちらか。そうですね、実めっちゃ悩んでるんですけど、あのこの匂いがやっぱりむちゃくちゃ、これめっちゃいいですけどね。プロボザガーデンって言われてるのに全然違うんですけど、旅行行くときに僕あの箱根に行くこと多いんですけど、箱根に行ったときに、まあ、温泉街じゃないですか。で温泉街で、まあ、よく行くお店があるんですよ、ご飯屋さんがあって。でそこ行くのって結構僕箱根に行ったときは結構すごく楽しいというか、まあ、そこに行くのが一つの楽しみではあるんですけど、まあ、そこの匂いを思い出すというか、匂いを思い出すというかそこの状況を思い出すんですよね。なんかそれぐらい、なんですかね、まあいい匂いは当たり前なんですけど、自分の情景をこうやってなんかちょっとずつ思い出せるようなっていうのが本当にやっぱ楽しいところではあるので、面白いんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、今日はですね、レプリカメゾンマルジェラパリということで、初マルジェラさんの、公式の店舗を取らせていただいたということで、僕はもうそれだけで感極まる勢いではあるんですが、めちゃめちゃ楽しい時間でした。フレグランスって、まあ、ファッションと欠かせないというか、絶対にファッション好きな方だと興味がないって人はいないと思うんですよね。まあ今までつけたことないって方はいらっしゃるかもしれないんですけど、結構フレグランスって本当にファッションの一部だと思ってるので、僕は。一番はこの記憶というか、いろんな情景と自分のをこう紡ぎ合わせというか、組み合わせて、なんかこう、いろんなことを思い出したりしながら、から香水の匂いを楽しんでいただけるっていう、まあ、しかもそれを外に持ち運べるっていうのもすごい楽しいところだと思うので、まあ、ぜひ皆さんもね、あのキャットスリーと原宿、まあね、本当に来る機会多いところだと思うので、ぜひね皆さんも遊びに来てみてください。あとですね、まあ、すごいありがたいことにですね、まあ、本当今回のような機会をいただけまして、あの概要欄のリンクからオンラインであの ZOZO で買えるんですよ、このマルジェラさんのフレグランスって。そちらから買っていただくと、まあ、今テロップに出ているような、まあ、ちょっといいことがありますよということで、ぜひね気になった方はそちらから購入もできますし、この店舗スリートの、フラッグシップストアに、まあ、来てね仲間の動画見せたりすると、まあ、特別な、まあ、何かいいことがありますよと、まあ、それも今テロップで出ております。はい、そちらで、ね、ぜひ皆さんもね来てみてください。まあ、本当にあの来るだけでもすごい楽しいので、まあ、何か買うっていうよりは来るだけでいい特典もあったりするかもしれないので、ぜひね、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。遠方の方とかはオンラインとかでね、はい、こちらの概要欄のリンクから、はい、ちょっと飛んでいただいて、10ミリからもありますので、ちっちゃいのからあるので、ちっちゃいのは5000円とかそれぐらいなので、まあ、本当お試しでもいいですし、あの追加で買っていただくのでも携帯用でもいいですので、ぜひね皆さん本当に僕のもうめちゃめちゃ嬉しい機会ではございますので、ぜひ皆さんね、あのこの機会にみんなでマルジェラのフレグランスを使いましょう。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。